JICA ガバナンス平和構築部行財政金融チームの郡島と申します。本日は行政機構診断ハンドブックの活用について説明させていただきます。こちらの講義では JICA が2009年12月に作成した行政機構診断ハンドブックについて説明させていただきます。こちらのハンドブックは JICA 関係者が行政機構を見る目を強化し、協力の最終目標を実現するような案件準備及び実施管理ができるように、途上国における行政の構造及び行政機構間の権限関係を把握するための視点を整理し、適切なターゲットに対して適切な協力アプローチを見出していくための視点や考え方を提示したものです。このハンドブックは行政機構の見方を解説しています。行政機構を包括的に見ることにより、様々なアクターの役割や機能、それに見合ったキャパシティやアクター相互の権限関係などの関係性も見えてきます。その中でプロジェクトの形成のためには関係アクターのキャパシティの見極めも必要になってくるので、まず改めてキャパシティデベロップメントの定義、考え方について説明させていただきます。キャパシティデベロップメントについては2006年にこちらのハンドブックを作成しています。詳しくはこちらをご覧になってください。キャパシティは辞書では容量、収納能力といった定義ですが、開発の文脈では課題対処能力のことを意味します。この対処能力は課題認識、課題分析、解決方法提示、実施のすべてのプロセスを指します。キャパシティデベロップメントはこの課題対処能力を発展し、途上国の課題対処能力が個人、組織、社会などの複数のレベルの総体として向上していくプロセスを指しています。そして、こちらの図式の通り、キャパシティデベロップメントは個人レベルにとどまらず、組織、社会のレベルで能力が拡大することを指しております。こちらのスライドの汚染問題を一つとっても、キャパシティデベロップメントというのは、政府職員が個人としての能力、理解を高めるだけではなく、組織や制度、社会に課題への意識やその対処能力が広がることが肝心であることがわかります。JICA 事業では途上国のキャパシティデベロップメント支援を最終目的と考えておりますが、その際にはキャパシティデベロップメントの包括的で多面的な特徴を踏まえ、全体像を把握、分析の上で、どのキャパシティを重点的に強化すべきか、どのようなステップで強化すべきか等に留意すること。また、途上国自身が内発的なキャパシティデベロップメントを身につけるために、鍵となるオーナーシップ、インセンティブ、リーダーシップ等を醸成、強化することを心がけています。これまでのキャパシティデベロップメントについての説明を念頭に、行政機構診断ハンドブックについて説明します。こちらのハンドブックが作成された目的は、JICA 関係者が行政機構を見る目を強化し、協力の最終目標である中長期的な大きなシナリオを実現するような案件準備及び実施管理をするための視点、考え方を整理し提示したものとなります。まず、なぜキャパシティディベロップメントを行う上で行政機構に注目する必要があるのでしょうか。キャパシティデベロップメントの包括的な特徴から、行政機構を包括的に見ないと様々な問題が起こるリスクがあります。例えば、行政改革によってカウンターパートの役割や機能が変わる。カウンターパート選択が誤っていたため、プロジェクトの効果を確保できない。協力成果を持続させるための体制、仕組みが構築されていない等のリスクが考えられます。このようなリスク対処のためには、カウンターパートの意思決定システムや案件実施に必要となる予算がどこから来ているのか、その要求、承認の流れについての理解が必要となります。また、行政を見ることで次のような点が明確になります。戦略的な協力ターゲット、カウンターパートとすべき組織の見極めなどです。カウンターパート以外に働きかけるべきアクター、およびそのタイミングや方法。カウンターパートや取り巻くアクターの実施体制、責任分担、技術、能力を踏まえた必要な補強策。例えば、いつ、どのようにローカル NGO や他のドナーを巻き込むのか。成果の制度化、普及化に向けたアプローチや持続性確保のアプローチなどです。
ハンドブックでは、行政機構をどのように見ればよいのかという点について、4つのチェック項目にまとめて解説しています。これから各チェック項目について説明させていただきます。まずは、チェック項目1です。行政機構の診断を行う前段階として、まずは案件が目指すべき姿、目標、成果を確認する必要があります。まず、案件で行政能力を強化したいといった際には、この位置づけの確認が非常に重要となります。例えば、ガバナンス分野の案件であり、制度構築、事業の実施等がプロジェクトの目標であるような場合があります。他方で、特に他の分野の案件であれば、サービスデリバリーの向上が主な目標であり、行政強化はその手段である場合があります。次に、案件の目指す行政能力強化の位置づけとして、協力の最終目標がパイロットの実施なのか、もしくはその普及であるのかによっても、適切な目標や成果は異なります。最後に、案件の目標、成果設定に行政がどのように、どの程度関わるのかという点への着目が必要です。もし全国的なサービス提供など、中央政府主導で意思決定が行われる国家の行政機関の場合には、トップダウンでの資源の流れへの留意が必要です。他方、特定の地域開発を目的とする案件、紛争影響地のようにプロジェクト対象の社会的文化的環境の配慮が必要な案件であれば、末端行政機関へのフォーカスが必要となります。次に、二つ目のチェック項目である、案件やカウンターパートを取り巻く政策、制度の環境、ドナーの援助動向への理解が必要です。まず、国家の統治機構生態についての理解は非常に重要となります。例えば、ネパールのような連邦制の国であれば、一部地域で成功した内容が他の地域で展開できるとは限りません。複数政党制の国の場合には、中央政府と地方政府の間でねじれ現象が生じるような可能性もあれば、一党独裁のような国であれば、政党のような行政の管轄を超えた力が働き、カウンターパート機関の能力強化が案件の能率的な実施につながらない場合があります。その国の統治機構や政治の特徴、政治情勢の最新情報を確認の上、案件形成にあたってのリスクを洗い出す必要があります。次に確認すべき内容として、その国家の政策志向が挙げられます。地方分権化を推進する国であれば、中央政府と地方政府、出先機関や自治体との役割分担、地方への権限移譲やそれに対応した予算配分が行われているのかについて確認してください。次に、民営化を推進している国であれば、公共調達の透明性、基本インフラの整備等についてご確認ください。最後に、ボトムアップ、つまり住民を巻き込む等の開発志向の国であれば、そのプロセスのコストや迅速性について状況を確認してみてください。案件を取り巻く状況のチェック項目3点目としては、分野横断的な事項への確認となります。中央地方関係では、行政のサービス提供機関が中央の出先機関なのか、地方政府なのか、地方政府への権限以上の程度はどうか、開発計画は住民のニーズを取り入れる仕組みがあるのか、財政は地方交付金のような制度があるのか、人事制度では地方行政官が中央任用で決定するのか、地方で決定するのか、社会や経済の状況を客観的に把握するような統計、データ収集の仕組みがあるのか等をプロジェクト開始前から把握してください。その他の留意点として、政権交代による政策転換のリスクを踏まえた選挙の時期、動向、政治が行政に介入する可能性を踏まえ、政治家の活動財源や政党内の構造についても確認が必要です。このような政治リスクはドナー側で直接コントロールはできませんが、案件開始時期の見定め等の参考にはなるはずです。最後に4枚目のスライドですが、ドナーの援助動向を確認してください。相手国がドナー国に対しどのように接しているのか、どのような戦略を持っているのかを留意する必要があります。本音と建前が違う場合もあります。
また、他のドナーとの住み分けや、日本の比較優位、日本がどのような経験をしてきているのか、該当案件にその経験が適しているのかを理解し、その上での他ドナー支援活用や連携を検討することができます。3つ目のチェック項目として、カウンターパートのキャパシティ、組織体制や能力の診断が必要となります。まず、カウンターパート組織の人的資源、財政状況、物的資源、技術、組織の質などの確認が必要となります。公開されている文書や統計から情報を収集できるような場合もあれば、JICA 事務所、他ドナーなどを通じて情報を入手できる場合もあります。二の竹にあった、持続性の高い事業のためには、この把握が不可欠となります。次に、カウンターパート組織の実施体制を理解する必要があります。権限関係としては、省内の権限の所在、その他、他の省庁との力関係の把握は重要です。また、財政メカニズム、例えば予算の流れやサイクル、執行能力、また、人事の関連では、公務員の採用、研修の方法、各省なのか、統一的な基準があるのか等。事業計画実施の観点では、現在実施中の案件が計画、実施、モニタリング、評価されているのか、これらの把握が非常に重要です。最後に、カウンターパートを取り巻く外部要因として、大きく3つの点について注意してください。多くの国であることですが、政治介入で問題はないか、例えばインフォーマルなお金の授受はないか、は、プロジェクトに影響を与える可能性があります。受益者、住民の関係性で特筆すべき点はないか、ドナーとの調整でどのようなことができるのか等といった点は、ぜひ注視してください。最後のチェック項目4では、これまでの1から3のチェック項目を図式化し、アクター間の関係性に着眼します。一般的な案件のカウンターパートや関係アクターを図式化するとこのようになります。JICA の案件で一般的にカウンターパート機関となるのは中心部の青い機関です。丸1は中央省庁の計画省や内務省の財務計画担当部局。丸2は中央省庁の中央レベルでのサービスデリバリーを担う部署。丸4は基礎自治体のサービスデリバリーを担う機関とイメージしてください。プロジェクトを効果的に進めるためには、関係アクターの把握や必要に応じた巻き込みが非常に重要です。丸3は各種委員会や組合、場合によっては公益自治体なども含みます。右の丸6はその他のアクター、下の丸5は実際にサービスデリバリーを享受するコミュニティやビジネスユニットとなります。また、これらのアクターを取り巻くアクターとして、中央の議会や地方議会があります。各アクターの関係性においての留意点は、これからご説明させていただきます。まず、より下部のサービスデリバリー提供者である ② や ④ の行政機関をカウンターパートに据えた際に、上部の政策決定機関を見る際の留意点です。上位行政機関の権限によっては、取り組みを促進・抑制する両方の可能性があるので、権限や責任の所在、中央・地方の役割分担の確認が重要です。また、カウンターパートと上部機関の関係性、その中でも政策、計画策定、予算配分の流れ、ガイドライン策定の流れ、許認可、承認手続き、監督、規制、情報開示の度合いにも留意してください。次に、丸1や丸4をカウンターパートに据えた際の、丸2、サービス実施アクターとの関係性への留意について説明します。丸1から丸2を見る際には、十分な予算配分があるか、実施能力があるかというような点。丸4から丸2を見る際には、丸4との業務内容の出負けや、丸4を適切にサポートできる能力があるか否かという点についての確認が必要です。その他、意思決定のプロセス、予算、人員、業務、サービスデリバリーの内容について確認してください。次に、カウンターパート機関が ③ の関係機関やアクター間の調整機関と接する際にチェックすべき点は、そのカウンターパートとの役割分担やその調整機関の能力といったようなところです。その機関が既存のシステムに内在化された枠組みか、開発パートナー等が外から持ち込んだ新たな枠組み、あるいは既存の枠組みと併存する枠組みか、構成メンバー、選出プロセス、議長等のリーダーや主要メンバーのバックグラウンドと影響力、
活動運営予算や意思決定、調整内容の拘束力等、機能しているのかについても確認することは有益です。次に、カウンターパートである1や2から見た4、末端の行政機関の見方です。視点としては、案件の実施に必要な制度、予算等を整えられているのか、エンドユーザーにきちんと届くようにサービスを提供しているかというような点が要確認です。その他、プロジェクトが受益者への最終的なインパクトをもたらす場合には、2と4の出負けができているのか、人員が確保されているのかといった確認も必要です。次はカウンターパートから見た5のコミュニティ、住民やビジネスユニットです。行政機関の立場から住民やビジネスを見た際には、支援状況、サービス提供の度合い、情報が正しく収集されているのか、住民参加が促進されているのか、信頼関係があるのかというような点への注目が必要です。1、2、4が5を見る際の視点は、5の受益者としての側面に注目した場合、案件実施による効果が上がっているのか、受益者のニーズに応じた適正量範囲のサービスが提供されているのか等の確認。5のアクターとしての側面に注目した場合、アクターとして何を行っているのか、例えば労力や資金の提供。どのようなプロセスをどこまで参加しているのか、どこまで自律的に決定権を持っているか、行政とどこまで信頼関係があるか等の確認となります。最後に、これまで紹介した以外のアクター、他ドナー、大学などとの関係性での留意点としては、どのように案件への支持をもらえるのか、分担は可能なのか、反対方向に働くのか等に留意することが必要です。これからお見せする3つのスライドでは、先ほど説明したアクター概念図をどのように実例で適用するのか、事例として紹介させていただきます。最初の事例は、技術、資金の縦の流れという視点に着目したアクター相関図です。保険分野の場合、保険計画は自治体独自の開発計画とは別に、上位のセクター省庁、部局との調整で策定されています。各中央省庁が地方に出先機関を配置しており、中央政府の行政機構が併存する形となっている場合、中央の組織内、保健省とその地方レベルの出先機関の間での一定の裁量権の付与関係、分散化があり、4-の地方政府は保健省の出先機関に付与された裁量権以外の範囲で地方政府としての計画の策定を行う場合があります。そのため、下位レベル同士の横ラインにも配慮しつつ、主に縦のライン、中央政府から出先への技術や資金の流れ、どのように裁量権が分散されているのかを意識することが求められます。次の事例は、技術・資金の流れである縦のライン、および自治体としての一貫性確保である横のラインの双方に着目したアクター相関図です。セクター省庁、部局の事業計画がある一方で、地方政府として計画部局が別にセクターの地方開発計画を策定している場合、計画同士の相互調整が必要となります。例えば、4である地方自治体に対して、保険行政サービス、その他の責任と業務量の裁量権、人事、財政の諸権限が移譲される場合、4の自治体は2の保健省からのセクター戦略や技術的支援を受けつつ、県政府全体の開発計画及び予算との整合性を確保する必要があり、縦、横の調整を求められる場合があります。この場合、JICA 支援においては、行政を見る際に縦のラインから入ろうが、横のラインから入ろうが、双方に配慮することが求められます。例えば、タンザニアがこれに近いパターンに分類され、過去には保健セクター改革、保健セクターの縦からの改革と同じ時期に地方行政改革、地方分権化の横のラインの改革が行われました。3つ目のパターンとして、自治体としての一貫性確保、横のラインをより強く見る場合のアクター相関図がこちらとなります。地方開発計画の中にセクター計画が織り込まれている場合、保険計画は地方開発計画の一部として策定されます。例えば連邦制国家であれば、州政府より下位レベルの行政機関にかなりの権限が移譲され、
財政面では地方への予算配分が連邦政府の各省経由ではなく、州や郡レベルに直接配分される場合があります。丸4の各レベルの政府の中でセクター配分が行われるような場合、郡政府全体の開発計画及び予算との整合性、つまり横のラインへの着目が必要となります。最後に、これまでチェック項目ごとに説明してきた内容を、開発プロジェクトの実施段階に合わせて再整理している表を説明します。まず、案件を開始する前の情報収集段階、つまり案件の計画を行う以前の段階では何に注意するのでしょうか。赤字の通り、行政の全体構造である森からカウンターパートである木を俯瞰することが重要となります。案件準備開始段階で着目すべきポイントはこちらの通りです。その案件の目的は行政能力強化が手段となるのか、目的となるのか、中央政府主導なのか、地方政府主導なのか、現段階でのカウンターパートを取り巻く国家戦略や国家の統治機構、ドナーの援助動向はどうなっているのか、プロジェクトパイロット段階なのか、普及化段階なのか、カウンターパートは誰であるべきなのか、カウンターパートを取り囲むアクターの整理はどうなっているのか、等について情報収集を進めてください。次に、案件の実施が決定している計画段階ではどのような点に留意すべきでしょうか。それでは、案件の実施が決定している計画段階ではどのような点に留意すべきでしょうか。着目すべきポイントは次の通りです。やはり、どのような政策や制度環境になっているのか。関係アクターはどうなっているのか。カウンターパートに指定したい行政機関の能力や体制、財政、人事、組織などはどうなっているのか。案件目標はどのように設定するのか。案件終了3年後に達成する上位目標、案件終了後に達成するプロジェクト目標はどこに設定するのか。次に案件が開始してモニタリングを行う段階では何を見るのでしょうか。着目すべきポイントは次の通りです。カウンターパートの能力を把握し、必要に応じて活動の調整。引き続き、政策・制度環境への留意。取り囲む関係アクターに変更はないか。目指すべき姿、目標は変わっていないか。最後に、案件の終了段階で着目すべき点はどのような点でしょうか。ポイントはこちらの通りです。案件の最終段階として何を残すのか、案件成果の制度化・普及化方策はどうするのか、目指すべき姿は変わっているのか、中長期的なシナリオを見直す必要はあるのか、等となります。以上、行政機構診断ハンドブックについての説明を終わります。こちらの説明では、キャパシティディベロップメントの話から始め、案件内で最大限にカウンターパート機関のキャパシティディベロップメントを引き出すために、どのような行政機関にかかる情報を分析し、案件実施に生かすのかについて、行政機構診断ハンドブックの内容紹介を通じてお伝えさせていただきました。今後、途上国でのプロジェクトを実施、計画する上で、こちらを分析のツールとしてご利用いただければ幸いです。ありがとうございました。